今回は少し真面目なっていうか悲しいお話になっちゃうんですけど今回は私も取り上げたことのあるニ次プロジェクトに出演していたリリカちゃんが所属するオレンジラテというグループについてお話ししたいと思いますそして最後にはファンについてもお話しするので最後まで見てください私もね1本目はオレンジラテというグループでデビューするかもっていう動画を結構前にもう本当にニ次プロジェクトが終わったぐらいで多分20よりも先にね動いていたのですごいなっていうことでお話ししたのとはとも思う もう一つがオレンジラテの sns 更新が止まってるっててる話をしたんですねなので大丈夫かなっていう心配とかもしてきたんですけどなんとまたね動きがあってついになんか発表とかがあるわけでもなくオレンジラテの YouTube やそして Twitter など全てのアカウントがなくなってしまいました。 はい。ということで、やっぱね、何の告知もなかったので、これから分かることって言えば、やっぱデビューっていうのを2021年に設定していたんですよ。なのでデビューはしていなかったんですけど、やっぱりこのオレンジラテのデビューの予定っていうものが白紙になってしまったのではないかなっていうふうに思うので、リリカちゃん自体ももう事務所にいるかも分からないなっていう状態で、ちょっとここら辺についてはもう憶測になっちゃうし、もうどんなことがあったかわ分からないんですけど、ただこんな時期だから厳しいと思うし、ちょっとね、理由をまとめたんです けどやっぱオレンジラテの所属する JSL ジャパンっていう事務所はその中のアイドル私ね2組知ってたんでちょっとで、ね、ここに載せておくんですけどこの中でねやっぱ今一番その事務所の推しっていうのはターゲットっていうグループかなって思うんですけど多分ねこれをね見てくださる方も知らない方もいると思うんですよ。っていうのもやっぱこのターゲットっていうグループは日本を結構拠点にしてるというか日本のファンが多くってまだね韓国でもカムバはねしていたりとかデビューはしていると思うんですけどそこまでその韓国 韓国での知名度はないかなっていう印象で多分韓国のアイドル好きな方でもターゲット知らない方もねいると思うので日本でのチェキ会とかそういうものをやっていたグループかなっていうふうに思っていてで次にもう一人ジョンミンっていう子が所属してるんですけどこのジョンミンくんはボーイフレンドっていうねもうめちゃくちゃ流行ったんですよこれは韓国でもすごい流行ったグループで私もデビューぐらいの時にボーイフレンドのボーイフレンドっていう曲がすごい良い曲だなって思ったしこのグループにねかっこいい双子の子がいてその子たち 私も結構聞いてたんですけどこのねボーイフレンドのジョンミンくんっていうねすごい人気メンバーなんですけどがこちらの事務所に所属していても、まあ、ボーイフレンド自体はないのかなないと思うんですけどこのジョンミンくんが所属しているっていう感じでやっぱりこの JSL ジャパンだから日本に置いてるグループが多いんだなっていう風に思うしやっぱ日本に来て公演をしてでその後特典会そのさっきも言ったようにチェキだったりとかサイン会だったりとかそういうもの のでねねややっっぱ稼ぐてていいうやり方をしているアイドルも、ね、結構いたんですよだけどやっぱこのリリカちゃんのオレンジラテに関しても日本にやっぱ来れないのでオンラインでねそのチェキを送ったりとかしてたと思うんですけどやっぱそれってやっぱ会えないじゃないですかで私はね結構その接触系のアイドルも行ったことがあるのですごいやっぱ思うことはやっぱね日本とかでね接触の多いアイドルのファンって結構やっぱその接触イベントがなくなった時とかそういう時ってやっぱそのままのね熱でいられる人って 少ななないいいいいと思ううううんんんででですすねでリリカちゃのの場合ははまだ会っってててかかららそ離れくけどただやっぱ先輩とかも含めてお金もすごいかかってると思うしそういう子たちは結構オンラインイベント4トンとか見えりやってる方もいらっしゃるんですけどやっぱ難しいなっていうところがあるんですよなのでやっぱ後輩までデビューさせる力がなかなか難しかったのかなっていうふうに思ってこれって大手はね結構違ってくるって思っていて大手のグループとか大手の事務所になると普通に韓国で活動してるじゃないですかで韓国 ででで活動してる時に20で言うみたいるるにうみりりたなな感じののがあるんですけど普段のサイン会よりも高くなったりすするんですよっていうのもやっぱりどこにいても4トンってできるから世界中の人がね参加できるっていうことでやっぱ普通の対面のサイン会だと韓国に行かなきゃいけないっていうのもあるしそこでまずね行けない人そこの日密に,に合わせていけない人が結構いると思うのでそれでね絞られるっていうのがあるので韓国の大手のアイドルはそういうふうにやっていけるかもしれないし CD も、まあ、遠くでも買おうって思う人結構い いらっしゃると思うんですけど大手じゃないと厳しいものがあるのかなっていうのはやっぱ思いますねまあ、出せるものにも限界があるしカムバもやっぱり元を取らなきゃいけないから難しいかなっていう風に思うのでうんーちょっとこれに関してはね難しい問題だなっていう風うに思ってでリリカちゃんに関してもやっぱ今ねそのデビューするっていうのはやっぱ難しいのかなっていう風うに思ってこれに関してはもう誰もね悪くないというかやっぱこの状況のせいかなっていう風うに思うんですけど自分も応援の仕方を考えさせられるっていうか私もそのリリ リちゃんに貢献できてなかったなって思うしもうね多分これを見てる皆さんもなんですけども全員 を幸せにすするって無理じゃないですか自分で自分のことを幸せにできるかもわからない中で、二重のことをまず幸せにしたいとか、二重のことが好きだから、二重が頑張ってほしくって CD 買ったりとかすると思うんですけど、でも二次プロジェクトに落ちちゃったうみんなに応援し続けられるかって言ったら、YouTube は見れるかもしれないけど、直接は会いに行けないとか、直接買うことはできないとか、いろいろね、自分のお金の使い方とかもあると思うので、なので、熱のね、入れ方とかは変わってきちゃうし、やっぱりどんなグループでもね、人気がなかったら解散しちゃうのが、 やっぱ韓国のアイドルもだし、まあ、日本もねそうですよ日本も全然人気なくなっちゃったら解散することとかもあると思うのでそこはね難しいんですけど、うんね、やっぱ自分にできることっていうのは精っぱい応援することかなっていうふうにも思うし私はなんかおたかつをねね強制にして欲しててくなないいいっていうのがすすごいあるんです、ね、なんでみんなもやっぱ自由だなっていうのがあるので例えばもう今ね1億回捨て捨て目指してると思うんですよで結構ねお肉さん拡散してくださいとかなんか20の何々があるんでこれをこういうふうに言ってくださいとか結構 DM とか来たりするんです んですけけど呼びかけるぐらいにして皆さんのね、もちろんやるかやらないかはね、自由なので、皆さんも、やっぱ、一億回行って、私は喜ぶね、姿は見たいんですよ。見たいけど、やっぱ、皆さんに強制するってなると、また話は変わるかなって思うので、皆さんの一番楽しいぐらいの、なんか、強さで応援してほしいなって思うし、私の YouTube を見てくださる方は、結構、その、今の状況で、n i がすごい、なんか、いろいろしてくれてるなって思う方も多いし、私も結構思ってるので、違う意見がある方は、どんどん発信してきてほしいなっていうふうに思ってね、逆に。私も,もちろん 一番正しくないし私私も私の考え方で、今やっっちゃってるんですよなのでなんか違う意見があったりとか、もっとこうした方がいいよっていうのがあれば、皆さん自身で、そのツイッターとかで発信していただいたら、どれの意見が正しいとかもないので、なんかファンはこうあるべきっていうのを今回ね、話そうと思ってはいたんですけど、でもアイドルだったらって考えると、出るためには、もっとね、ズバズバ言ってほしかったりもするかもしれないから、もうそれって20に聞いてみないとわかんないじゃないですか。なので、20が一番楽しいようにやってほしいなって私はいつも思っちゃってるし、まあこれはね、 本当に私の考え方なので、これからなんか JYP も含めて20も発信していくかなっていうふうに思うので、ちょっと私は、ね、あくまでも今回はこういう考え方で行きたいなって思ってるので、まあおたかつをしていく上で自分の考えとかもアップデートしていって、考え方も変わるかもしれないので、その時はそれで発信していくし、活動がなかなかできない状況になったら、やっぱりこうやってデビューの準備をしてても解散っていう風になる可能性もあるんですよ。なので、なんか後悔する前に全力で応援してほしいなっていうのは多分思ってると思います。 これからも熱量高く応援していきますのでね、ちょっと今回のこちらのオレンジラテの事実上の解散だったりとか、このアイドルのあり方についてとか、あと応援の仕方について皆さんの思う気持ちっていうのをね、書いていただければいいなっていうふうに思います。みんながね、楽しく応援できるような場をね、私も作っていきたいのでよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは お肉韓国ってところは、楽しく NiziU を応援していきたいがやっぱ一番なので、NiziU が楽しくね、活動してもらえるように、そういうね、チャンネルをね、心がけていきますので、まあ、そこら辺はね、ご理解いただきたいなっていうふうにも思うし、皆さんといろいろ交流できればになったらいいなっていうふうに思います。